大分バスは半年に1回運行状況を見直していて、10月1日から大幅な減便となるダイヤ改正を発表しました。日中の時間帯や午後7時以降の便を中心に284便減らします。減便率は年間で 11.6% で、慢性的に不足している乗務員の労働環境の改善が目的です。また最終便も平日で最大45分繰り上げます。大分バスでは減便を伴う大幅なダイヤ改正は2018年4月以来となります。大分バスは安全な運行を維持するためご理解いただきたいとしています。